今、あ、いいよ、準備できた。探しに来てください。します。はい、皆さんこんにちは、ワッサンの庭遊びチャンネルです。今日はこの102mのイルミネーション、これとアンカーのバッテリーを使ってかくれんぼする。これね、ひょんなことから102mの1000個の LED のやつ手に入れたんですけども、皆さんこんにちは、102mの LED です。皆さん、僕の長さをもう少しちゃんとイメージしてほしかったんで、比較のやつをお見せいたします。まず通天閣と比較するとこんな感じですね。もう余裕でぶっちぎりで超えてます。通天閣 80m しかないんで、はい。でエヴァンゲリオンと比較しても、まあ、勝ってますね。うん、だいたいエヴァンゲリオン 8m ぐらいって言われてるんで、うん、全然、うん、エントリープラグの中入っちゃうぞって、うん。でエヴァンゲリオンといえばエッフェル塔だと思うんですけども、エッフェル塔と比較するとさすがに勝てないですよね。でも結構いい高さいってますよね。うん、3分の1ぐらいです。で東京タワーと比較しても大体3分の1ぐらいで、あの展望台のすぐ下ぐらいまで行くんですよね。すごくないですか。で、うん、最後宇宙戦艦ヤマトと比較しても大体3分の1ぐらいなんで、僕はいかにでかいか長いかっていうことが分かっていただけたと思います。長すぎるしどうしていいかちょっと持て余してたんですけど、今回これを体中に巻きつけてどんだけしっかり隠れられるか探す人は家族です。ただね、一応作戦は立ててあってですね、説明しよう。まず家の2階に手紙とカメラをセットする。その次ワッサンが先に買い物行くとか言って出かける。そして車の中で着替えて公園に行って隠れる。妻に電話して子供に手紙を見せてもらう。カメラを持って子供と公園に探しに来てもらう。なんとかして子供に見つけてもらう。以上。本当はね、嫁さんも騙したかったんですけれども、そこはさすがに子供もいて安全第一で嫁さんに協力してもらうことにします。若い YouTube の方だったらもうこの場でわーって体に巻きつけてかくれんぼ開始だとかやると思うんですけども、しっかりとね、綿密に準備して、あの計画立ててやっていきたいと思いますんでね。はい、んでね、これをしっかり全身にね、綺麗に巻きつけていきたいんで、こんな作戦で考えています。こちら、直接そのままぐるぐる巻いただけだと LED が落ちてきてしまうので、しっかり服に留めようと思いました。フェイスマスクもしっかりして、そこにこんな風にして LED を均等に並べるようにしたいなと思っています。そこに先ほど紹介したアンカーのバッテリーがつながっていて、それを台車に乗っけてゴロゴロ転がすようなスタイルにしようかなという風に考えています。横から見るとこんな感じですね。ビートルズかな、ビートルズ、うん、で夜になると大体こんな感じ。うん、すごいイメージつく、目につくね。目につく。どうやってつけるかっていうと、こういう風に安全ピンをね、あの服のところに刺して、そして安全ピンのところにさらに何ていうのかな、こういうのピッて引っ張ってつけるプラスチックのやつをつけて、そこに LED の紐を通すっていう作戦にしようかなと思っています。まあこの遊びはパッと聞いた感じやっぱ危なそうに感じると思うんですね。何が危ないかというと、熱熱くなりすぎて火が出たりとかっていうことないのっていうところ、しっかりと安全性確かめた上でやっていきたいと思ってます。はい、じゃあね、一応安全に留意をして進めていきたいので、実際に隠れる公園のところで貝殻がなくなっちゃった。ちょっと待ってな、まあ、20分ぐらい光らせて、このオムロの体温計でもうすごい層になってるんで、奥の方は結構温度が高くなりがちだと思うんで、ズブッと刺して、ズブッと刺して温度測りたいと思います。じゃあこれ何しようとしてるか知っとる？知らないね。はい、じゃあ20分経ちましたんで、ここからちょっとね、温度測っていきたいと思います。いきます。ずる、はい、この実験謎すぎだよな、本当に。全然温度上がんないね。大丈夫だね。はい、ということで実際の使用環境に近いところで実験したんですけれども、安全です。温度的には大丈夫そうなんで、これを体に巻きつけていきたいと思います。
ようやくできました。こんな感じですね。すごい、結構みっちみちに LED をしっかりつけられたんじゃないかなと思います。じゃあ一回ちょっとね、これ着たことがないんで袖通してみたいと思います。どんなんなるのかな。よし、着れるかな。よし、いける。あれ、なんか全然違うんだけど、イメージと。めちゃくちゃ怖い。なんかもうスリップノットみたいになってんじゃん。めちゃくちゃ怪しいぞこれ。大丈夫かこれ。まあいいや、一回光らせてみる。はい。おお、すげえ。めちゃくちゃ光ってんじゃん。じゃ電気消してみる。消すよ。はい。お。やばい。後ろの感じがかっこいい。うわ、うわ、よし、とりあえずできた。これで隠れよう。これ持ってきます。かくれんぼに誘い出しますんで、皆さん楽しみにしていてください。父さん、ちょっと買い物行ってくるわ。あ、ブッブじゃん。うん、隠れる場所を探さないと。逆に多分あのちゃんと光らせていかないと、もうほんとスリップノットなんでやばいと思うんですよ。逆にね。これさ、どこ隠れる。隠れるぞとは言ったものの、あの遊具があるところあるんで、もうこの時間誰もいなくて迷惑かかんないはずなんで、あの遊具のあるとこ行きます。結構ね、ここ急勾配でね、ちょっとこのカメラからじゃ伝わんないかもしれないけど、坂がえぐいんすよ、ここ。人がいたらちゃんとね、挨拶して、趣旨説明したいと思うんで。よし。あれ？なんか、めっちゃライトアップされてんじゃん。あっち隠れんのありだな。ちょっとあっち隠れようかな。あっち隠れます。なんかほら、めっちゃライトアップされてる。これめちゃくちゃいいじゃん。木を隠すなら森の中っつってね。お、なんか鹿さんがいますね。鹿さんが。よし、もうここにするわ。スケボーの若者がいる。めっちゃ怖い。めちゃくちゃ怖い。鹿さんとのコラボしていきますので、絶対に迷惑にだけはならないようにします。カメラセットしていきます。いいよ、準備できた。探しに来てください。はーい。よし、今ね、奇跡的にね、気づかれてないよ。でもめっちゃ怖い、あのスケボーの人たちが。ちょ、メガネこもってるな。一番恐れてるシチュエーションとしては、あの青年たちに見つけられてしまって、今隠れてるんすよとか言ってる間に家族が来るっていうパターン。めっちゃ歌ってる。わかりますかね、この距離感。100メートル跳ねたら50、30メーターぐらい。でもなんか懐かしいな。うん、こう夜中にね、友達とね、集まって話すって楽しいんですよね。だらだらなんかしながら。で、寒ければ寒いほどなんか盛り上がるみたいな。謎ですよね。
あ、あった。なんだろう、読めるこっちは。ひかくねみだ W んだんぼしよふこんてでま、なに待ってる待ってる、何が公園で待ってるのね、かくれんぼしようだって。公園で待ってるのかな、行ってみる。本当かな、ね、本当かどうか見てみようか。うん、行ってみるか。うん、でも森にさ、なんか怪しいんだよ。怪しいね、うん。こっちの木の方はいる？ないね。ないね。こっち側にいそうなんだけど、こっち側に森。森の中いるのかな？うん。森の中かな？遊具のとこ探してみよう。お父さん、お父さん、強くなれる。こっちは？ブブ。将来ぽっちゃん運転できたらな。大丈夫、きっと免許が取れたら運転できるよ。ここか、いないなあ。れ、なんかあそこら辺ピカピカしてる。ここら辺にいるのかな、あのピカピカ。あ、あそこもピカピカしてるね。そこはいない、いないね。結構難しいとこ隠れたね。ねえ、結構難しいとこ隠れてるわ。でもピカピカっていうとこ怪しい、ね、ちょっと薄暗くピカピカ光ってるね。ね、あの人はこの中にどうしてる。あ、すごい綺麗だよ、あそこ。あの人そうか、今変えたやつに。すごいよ。なんか足音が聞こえてきた。こんにちは。ほら、お父さんいるかな。あっち鹿がいるよ。ほら、本当だ。あちゃん、奥の方もすごいね。すごいカラフルに光ってるのあるよ。 あそこ見て、こっちゃん。すごいカラフルなのある。ほんとだ。ほら、よく見よう。あ、ちょっと待って、お父さん探そう。そうだ、お父さん探さん。でもちょっとイルミネーションも見よっか。ちょっとあれ、見て、こんなの。見て、こんなの見て、すごい。あ、ピカピカ、すごい虹色。見て見て、ごらん、どんな LED 使ってる。取れた、見つかった。見つかんな、変態な格好でいた。どうやってわかった、うん、なんかメガネしてたからわかった。メガネしてたからわかった。見つかりました、おめでとうございます。よし、すごいな。全然わかんなかった。変態の格好だ。だって普通に今ワンちゃん連れた方ね、うん、気づかずに通り過ぎた。見つかってしまいました。こっち来て。メリークリスマス。あ、行くわ。